1936年製1.5リッターエラー R6 バイト、ダドリー、ドクベンジャフィールド使用者イングリッシュレーシング、オートモビルズは、イギリスのレーシングカーマニファクチャーラー。1933年から1954年まで活動した。1935年製エラー、D タイプ R4D エラーは1933年11月に、ハンフリー・クック、レイモンド・メイズ、 ピーター・ベルトンによって設立された。拠点は、リンカンシャー・シューボーンのイーストゲート・ロードと、スポルディング・ロードの間にあったメイズの自宅、イーストゲート・ハウスの隣に置かれた。彼らの野望は、欧州大陸のレース界で、イギリスの威信を守ることのできる、シングルシーターのレーシングカーチームを作り上げることで、あった。 完全なグランプリレース仕様でレーシングカーを製造するのはあまりにもコストが高かったためエラは代わりに小型で 1500cc のスーパーチャージャーを搭載するボアチュレットクラスに注力することにした。ハンフリー・クックがロンドンのセント・ポールズ・チャーチヤードに所在していた家業の副次会社クック、サン・ CEO の利益からエラの活動資金を提供し、 ピーター・ベルトンが車の全体的な設計を担当する一方、レイモンド・メイズがメインのパイロットとなった。メイズは過去にボックスホールやブワッティ、ライレーを含むいくつかの車で結果を出していた。エラー性六機とスーパーチャージャーエンジンを搭載したプリンスビラのマシン写真はイギリス人デザイナーのリード・レールトンが新規に設計し、ブルックランズのトムソンテイラーで製作された。 エンジンは性能に、定評のあるライレー製六気筒をもとにして、多くの改良が施されたものが搭載された。ハイアット製の大型センターローラーベアリングを備えた、強化鍛造クランクシャフトが製造され、全く新しいアルミニウム製、シリンダーヘッドも設計された。エンジンには、以前にメイズベルトンで、ホワイトライレーの製造に関わったことのあるマレー、ゼイミソンが設計した。 オーダーメイドの下級器が用いられた。エラエンジンは3種の排気量で設計された。ベースは 1500cc で、その他に1 0 0 c c と拡大した 2000cc である。メタノールを燃料として駆動し、1500cc エンジンは180から200ビット HP、2000cc エンジンは250から275ビット HP の出力を実現した。 エラの新シングルシーターン車のボディワークは、パネル職人の兄弟ジョージとジャック・グレーが担当し、速度記録を打ち立てた、マルコム・ギャンベルのブルーバードの車体を設計したとされるピアシー氏のデザインに習って手作業で仕上げた。最初のエラ製車シーの R1A が、報道陣と講習の前で公開されたのは1934年5月22日、ブルックランズでのことであり、それは、 シストンパークでのテストの後であった。当初こそハンドリングのトラブルが判明し、多くの修正が必要となったものの、まもなくエラはレースでの勝利を挙げた。同年末までにエラは名だたるブランドを相手に顕著な勝利を挙げている。1935年、ニュルブルクリンクの大型大会でエラは1位、3位、4位、5位を獲得した。 1938年型 E、タイプシャシーナンバー GP1。HL ブルック、レスリー・ジョンソン、レグ・パーネル、ピーター・ウォーカー、ピーター・ホワイトヘッドがドライブした。1930年代の後半、エラはチームに、リック・シーマンを迎え、ボワチュレットのレースを支配した。また、二人のシャムのオージチュラ・チャクラポン・トビラ・ピーラポンが、ハヌマーン、ロームルス、 レムスの愛称で知られたエラの車体三台を駆使して有名になった。プリンスチュラがチームのオーナーとなり、いとこでパイロットのプリンスビラにロームルスを買い与え、ホワイトマウスガレージを拠点として自らのチームで活動した。エラのより近代的なマシンである E 型はちょうど第二次世界大戦の前に登場したが、開発は完成されていなかった。第二次世界大戦によって、 ヨーロッパのモーターレースは活動停止の状態となり、エラのボーン拠点は隣り合うバス事業者のデラインに売却された。元の建物は現在もデラインのオフィスとして使用されている。1940年代後半になってモーターレースが再開されたが、すでにベルトンとメイズは別にブリティッシュレーシングモータースを立ち上げていた。レスリー・ジョンソンの E いいタイプ GP に ドニントングランプリコレクションで展示されるエラは1947年にレスリー・ジョンソンが新たなオーナーとなってダンスタブルで事業を再開した。事業と同時に乗とされた1939年製の E タイプ GP2 をレグパーネルとレスリー・ブルックの2人が操縦してレースに参加した。新たにゾラー製加級機を装備しジョンソンが操縦した GP2 は 1948年のブリティッシュエンパイアトロフィーでパーネルのマセラティ4 c l t と同タイムのファステストラップを記録し5位に入賞した。同じレースで GP1 はマレー・ジェイミソンが設計したルーツ式下級機でアップグレードされレグパーネルのメカニックであったウィルキー・ウィルキンソンが操縦に当たったがコネクティングロッドのトラブルでリタイアした。 1948年イギリスグランプリのオープニングプラクティスセッションで最速タイムを叩き出した後、ジョンソンが操る GP には決勝の1周目にドライブシャフトのユニバーサルジョイントが破損し3位を走行していたがリタイアとなった。モンレリーで行われたクーペンドゥサロンではラップレコードを破ったが3周目に燃料タンクが破損しレースからリタイアした。 1949年のグッドウッドで GP にはプラクティスにおいてリアークするのユニバーサルジョイントを破損したがジョンソンはリッチモンドトロフィーで5位チチェスターカップで3位を記録したジャージーインターナショナルロードレースでは初日にルイジ・ビッドレージがマセラティで記録破りのラップを達成それに次ぐにとなったが2日目にエンジンベアリングが破損し決勝に出ることはできなかった 1 9五十年イギリスグランプリでは二週目に下級機が破損、リタイアとなった。一方、g p 一はフレッド・アシュモアが操縦したが、1 9 4八年、ジャージー・インターナショナル・ロード・レースでは燃料不足及びステアリングの不調でリタイアしている。1 9 4九年、BRDC ・デイリー・エクスプレス・インターナショナル・トロフィーでは、ピーター・ウォーカーがプラクティスで、 ジュゼッペ・ファリーナのマセラティに1.2秒遅れのタイムを出し、決勝ではギアボックスとステアリングに問題を抱え、ラジエーターの漏れ、加えて排気管の熱でドライバーの足が高温にさらされながらも5位に入った。アイルランドでのウェイクフィールドトロフィーレースではプラクティスでファステストラップを記録したが、決勝ではブレーキトラブルのため、第1コーナーでエスケープロードに逸脱した。 ここで GP1 はロイ・サルバ通りのマセラティとすでに衝突していたアルタに衝突されリタイアとなった。1950年、万島で行われたブリティッシュエンパイアトロフィーでウォーカーが高速走行中の GP1 はドライブシャフトが破損したためクラッシュ、炎上した。1.5リッターの G タイプは初めてフォーミュラに規定で行われた1952年の F1。 世界選手権に参戦した。基本的な設計は、ロベルト・エーベラン・フォン、エーベル・ホルスト教授が言った。教授は、当時のレーシングカー設計の世界有数の理論家の一人で、フェルディナント・ポルシェ博士に代わって、アウト・ウニオンで、タイプ D を設計していた。彼の弟子であり、後継者のデビット・ホド・キンが、G タイプの設計を完成させた。フレームは2本の長いマグネシウムチューブと4本の、 クロスメンバーで構成され、サスペンションはフロントにダブルウィッシュボーンにコイルスプリング、リアはドディオンアクスルが採用された。エンジンはホドキンの仕様に変更されたブリストル製エンジンを搭載した。スターリングモスがドライブしたものの、エンジンの信頼性は低く、レースの結果は期待外れであった。モスは何よりも大騒ぎされるばかりでほとんど何も成果も出せないプロジェクトだった。 私はもうかし恋教授伝のレーシングカーの設計に対するアプローチに幻滅していた。結局、いかに優れたコンセプトであっても、絶対に出てくる欠陥を解消できるような人材と、統率力、資金を欠いたチームでは失敗することもあるということを思い知らされたと語った。その後、ジョンソンはプロジェクトをブリストルに売却し、会社を研究開発エンジニアリングに集中させた。 ブリストルは、プロジェクトと共に引き継いだ車体をもとに、ルマンへ参戦し、1950年代半ばには、何度かのクラス優勝を果たした。最終的にジョンソンは会社を、ゼニスキャブレターに売却し、同社はさらにその後別のキャブレターメーカーである、ソレックスに売却された。1949年、エラのエーベルホルストは、ジョーエットジュピター用のスペースフレームシャシーを設計した。 エラは後に、エンジニアリングリサーチアプリケーションリミテッドと、改名、研究開発を主要務としたが、その後もわずかながら、レースの準備を続けた。1980年代には、ミニの下級バージョン、エラミニターボにその名が完成られた。1934年がだ1.5リッターエラ R に、A、マツダレースウェイラグナセカで、2008年1937年型、 ERA12C VSCC カーボロースピードトライアルで2009年戦前のエラ車の大半は現存しており今も変わらぬ存在感を示している最も新しい車両でほぼ70年を超えているにもかかわらず未だに歴史的なイベントに出場しているメイズが1947年及び1948年のイギリスヒルクライム選手権に勝利した関係で エラ社は特にシェルズリー・ウォルシュ・ヒルクライムとの関わりが深い。エラは戦前車によるヒルクライムレコードを長年保持していた。ボーン・シビック・ソサエティーズ・ヘリテージセンターにはモーターレーシングに対するレーモンド・メイズの貢献についての常設展示がある。この中にはエラ時代のものも含まれており、週末およびバンクホリデーの午後に開かれている。D コール・ダンロップ。 ありがとうございます。